多分煽り V とかも面白くなるし、まあ、試合後のストーリーまで楽しみな試合ですね。まあ、これね、僕がもう本当に先日お互いの家に行った感じ、本当もうガチの喧嘩してて、どうなんでしょうね、お互い格闘技経験ないみたいなんで、でも結構ね、体重も譲らない感じで、なんかめちゃめちゃ難しいんですよね、調整自体が、2人の。絶対試合はやるんだけど、お互いが体重をなんかこだわってて、一歩も引かないみたいな、そこからもう喧嘩が始まってるんで、多分煽り V とか面白くなるし。まあその試合後のストーリーまで楽しみな試合ですね。はい、続きまして第4試合、ライト級70キロ以下、吉木丸 VS 幹事ということで、まあ幹事くんキックボクシングの試合初めてということで、でも強いんでね、幹事くんかなり打撃もどうなるんでしょうね。吉木丸選手は、まあ、前回かなり派手な KO 勝ちで大君に勝ったんで、もう本当は優良くんとかとも見ても面白いぐらいの実力はあると思うんですけど、まあ幹事くんがキックルールでどのぐらい強いのかっていうところも含めて、まあ結構楽しみですね。まあ、吉木丸選手はちょっと上の階級でやるってことかな。適正より上で受けてるんで、まあ相当余裕だと思ってきてるんでしょうね。オーディション含めて一回も負けてないんで、今後ブレイキングダウンのね、結構スター選手候補ですね、吉木丸選手は。プロとの対抗戦とかもどんどん出てくる実力あると思うんで、まあそこをちょっと期待です。